え、先ほどの続きなんですけども、で、岡場駅の周りのところ、この北新ビルのところに、えー、岡田、慈美銀行下と、えー、えっと、西尾、陰、まあ西尾鹿かな。西尾鹿というところがあって、他にも岸本えと、えー、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。これはちょっと違う。えー、こっちですね。えー、水、水口、 死形生外科と西崎眼科大で、大寺、大寺、大寺、成形外科と筒子、まあ、間筆尿 って書く、えー、読むんですかね、まあ、こういうふうなところがあると。で、そのすぐ向かいの、えー、こちら、えー、イオンもいるというか、まあえー、エコリラのところなんですけども、こちらの中も岸本整形外科クリニックとか、えー、なんて言うんすかね、リハビリステーション、なんか、スポーツ障害治療とか、なんかもうどうでもいいよな、内容。あの、怪我したら外科だから、あのちょっとこの、ここから、岡場駅から離れたところに高田外科病院 っていうところがあるんですよなで再生化病院でも いいしもうどちらもあるから、もうそんなところ、もうこんなもの、大体本当は作らなくていいものだし、でこの辺のところが、まさき皮膚科クリニックっていう、えー、ところが、以前はね,ね、えーんー、違う名前だったと思うんですけども、も、えー、同じ名前の,、ね、あの皮膚科が、ここのエコールリラの内部にもできちゃったんですよ。皮膚科なんか、まずみんな行ったことないでしょ。 何年前に行ったことあります皮膚科は。まずないでしょこんなもんそ、あっちこっちに作ったらしょうがないんですよ、本当に。のもう最初から無理設定、本当に。あ、あと、ここに、あの、エコリラそ、下の看板、糸田川市かって、ここにも歯医者さんあるんですよ。こんなに歯医者さん、なんかみんなならへん。で、えー、エコーリラのこの内部のところなんですけども、まあ、イオンモールが3階にあるんですけども、このね、 左2階の方のフィットネスジムとか書かれた下に先ほどの坂本内科とか、まあ岸本整形外科とか、え中川皮膚科クリニックとかね、ここに皮膚科作っちゃってるでしょ。皮膚科なんかもう一件だけで十分十分本当に。で、えこちらの映像が緑クリニックっていう、まあこれがちょうど、まあ、 この線路沿いの道のところの間ぐらいのところで、でここのね、えーまあ北、北部農場前と書かれているバス停の名前だと思うんですけども、この辺のところをね、まあ、この緑クリニックの向かいぐらいのところに、えー、っとね、ちょっと待ってくださいね、このレディース横山っていうところがあって、ここも謎なんですよね。で 本当にたくさん作りすぎ。あのー、神戸大学附属病院の、あのー、内科とか、あのー、外科、まあ、もう大きく分けて内科外科ぐらいで分けたらいいんじゃないですか。で、えー、枠ね、医者の枠、えー、毎年1名ずつぐらいにした方がいいですよ。だって精神中央の方にもなんか医療関係の大学あるんでしょう。神戸大学附属病院一つで本当は。 あー大学、そこの神戸大学のところの、その、神戸大学附属病院のところで、その、医者になる人間が1名ぐらいで良かったのに、もうあっちこっちも、いや、もう病院だらけ。だからテレビのニュースとみんな聞いてた内容は違うでしょここの病院も閉鎖だのなんだのみたいな話で、医者が足りないみたいな話をテレビで放送してたこと聞いたことあるでしょあれ大嘘なんですよ。逆なんですよ。医者があり余ってるんですよ。 ねえ、テレビの放送からして、もうめちゃくちゃ、こんな社会、絶対無理ですよ。だからちょっとあのもう、あの、神戸市議団と表権議員の皆さん、ちょっともう、僕の裁判に全員出てきてください。えー、令和5年、神戸地裁の、えー、令和5年、えー、かっこは、 第485号、これにちょっと出てきてください。そこでみんなで勉強会してもらいます。あなたたちももう止めなきゃなんないものが、あの、変な会議して、神戸空港、国際空港にするだの何度も言ってますけど、石油の残存量問題とかが全然解決してないのに、もう訳の分かんないことばっかり言ってる。関空からフェリー使ったらいいんですよ。一直線で来れるから、あんまり時間かからない。本当に。 ちょっと頭使ったらいいことなのに、ちょっと頭使うことができない人たちばっかりが議員になってる。無理だよ、こんな社会。本当に。市長も、知事も来てください、本当に。井戸さんはもう、淡いケースけど会った人ですからね。あの人が長年、兵庫県知事になっ,てなってたんですよ。後の知事も、そういったところの良い部分だけ引き継いでほしいんですよ。悪い部分引き継いだ、じゃ、ダメですよ、絶対に。覚悟を持ってくださいよ。